はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。コミを見てみたいと思います。よいしょ。セゴビアスケールは名前だけは聞いたことあります。CAGED ケージド、初耳です。ハトニーホチョウチョウ CGDAE を言い換えた。練習を始める曲の音階練習は必要かなと思います。なぜこの曲に D やA や G シャープが出てくるのか理解しやすいですし、でもクラシックギターはエチュード多いし何曲もあるし何もかもは大変、プロを目指す方向きかと。このコメントの方はジャズ系の人かしら。ジャズはインプロビゼーションかっこアドリブがつきものなので。はい、ケージド初耳です。まあ僕もね、一昔前までそんなケージドっていう言い方してたのかな。そんな記事も僕全然見たことはなかったんだけど、ここ最近、まあここ最近ってここ 1,2 年よりもっと前ですけど、なんか最近出てきたのかなっていう感じ、僕的にはね。その考え方が最近出てきたというかじゃなくて、この語呂ケージドみたいなね、こういう呼び方っていうのかな。ハトニーホチョウチョウを言い換えたっていうのは何なのかな。これ5度シャープ1個ずつ増えていった時のこう調が変わっていく、ハトニーホのことなのかな。まあそういうものではなく、ケージドっていうのはね、オープンコードというか C の型、 C と A とこのまあ形をとってる話なんですよね。でそういう形から見ていく考え方っていう感じかな、ざっくり言うとね。なのでまあ腸に関する話じゃなく、ポジション取りとかね、こう度数位置関係、まあそういう系の話になってくる。まあちょっとそれに関しては今度詳しくやっていこうかなと思いますけど、曲を始める、練習を始める曲の音階練習ですねは必要かなと。まあこの音階練習は必要というかやった方がいいと思います。でただそのセゴビアスケールとかね、その単なるというかその音階練習をやることで何調の曲が得意になりますとか、そこまでって僕的にはちょっと難しいでしょうと思います。でそこがそういう音階練習と都庁長の音階をやってて都庁長の曲が上手くなる、まあこう効果的にね両方やることで良くなると、都庁長の音階をちょっとやることでシンプルな都庁長の曲で、あ、ファニシャープつくよみたいな感じで、なんかこう、あ、そうだったそうだったみたいな、そういうことはあったとしても、音階練習をすることでそのどこまでそれ曲に活かせるのかっていうのが、結構難しいでしょうと僕は思ってます。
でそれをうまいこと曲に活かせる人ってまあかなり上級レベルでしょうと僕は感じてるんですよね。なので僕もレッスンの中でその音階練習を、音階練習はねたくさんやった方がいいと思うんですよ。ただその音階練習を何のためにやるのかっていうので、その腸の曲に生かすために音階練習やるんですみたいな考え方をしててもさっぱりっていう人の方が多いですよね、うん、みたいなこの練習、いや都庁長音階やってるけどそれと曲何のつながりあるんですかみたいな。でそこをその状態で具体的にね説明して深掘りして理解してってやろうとしても全然ねもう先に進まないです、うん、で僕はそんなことを深く考えなくていいと思ってます。でこれから先も深く考えなくていいんだよっていう話じゃなくて、そこを深く考えてると進んでいかないんですよね。でそこで今こう都庁長の曲をやろうと思った時に都庁長の音階ちょっと練習して、よし、あ都庁長の曲なんかすごい、あこう都庁長の音階、あこうなってこうなってみたいなことを、その場でねこう都庁長の曲にチャレンジする人がそこを理解しようと思ってもまだその段階にはいないという人がほとんど、うん、でそこで理解する必要はないと思うし、なんだかわかんないけどでも音階練習はやっとく。でこれは指の動きの練習にすごく効果的なんですよね。でまあいろんな腸で、いろんな腸でっていうか、まあ、全部の腸をね網羅する必要もあるのかなと思うけど、でもある程度いくつかの腸を練習して動きのパターンとか、うん、こういう指使いで動くっていうその動きの練習をこう何腸だからとかじゃなくて理解してるじゃなくてね、何腸だからこうじゃなくてその指の動きの練習、しっかりと、何腸かどうかはどうでもいいんだけど指の動き方をしっかり覚えて記憶して、次どこだっけじゃなくてススススススッと動く、で指を運ぶ練習を十分にやっといた方がいいです。でまあ、それはそれでやって曲は曲でもちろん練習する、都庁長の時に都庁長の音階を練習するのはもちろん OK なんだけど、それを無理につなげようとする必要なんか全くないと思うんです、うん、で後々いろいろ曲をやっていくうちにもう少し深くやっぱり勉強しないとってなった時に、じゃあ今まで練習してた都庁長の音階ってポジションとか見てみてどういうところでどういうふうに音取ってるのかってそこで初めて深掘りしていいんじゃないかなと。でそこがまあ十分弾き慣れてるからこそ深掘りできる、うん、だこれをこれからスケール練習しますっていう時に深掘りしてもはあみたいな感じで何も理解できずに言われてはあって思ってやってるけど、いやーダメだな、どう生かしていいんだか分かんないやって多分終わるんですよ。だからそんなことする必要ないと思います。時期が来た時にやる、まあこの辺の時期が来た時にそれはいつなんですかってなったら、あまあちょっと難しいですよね。だこれはこうある程度レッスンを受けてるからこそその時期、そのタイミングっていうのが見えてくるものかなと思うんで、まあ独学でやってる人にとってはちょっとそのタイミングっていつみたいなね、うん、ちょっと難しいでしょう。まあタイミング、自分でそのタイミングを発見することはないんじゃないかなと
思うんで、こう独学でやってる人は常にいろんな、まあこうね、どんどん前に進みたい、深掘りしていきたいという人は常に勉強しながらやっていって、でその理解できるタイミングで理解できると思います。あ、今まで勉強して全然ピンとこなかったけど、なんかこれこういうことかもしれないみたいな、そういう瞬間ってこうずっとやってるとちょこちょこっと出てくると思うんですよね。でそうなった時に初めてこう、うわーなんか理解したっていう、あーなんか腑に落ちたっていうか、うん、なんかそういう状態になると思う。でも勉強しても本読んでも何してもさっぱり分かりませんっていう期間はだいぶ長いはずなんで、だ結構ねやっぱりそういう本読んだりとかしてもなんかピンとこもうなんか何言ってるか分かんないんだよな、もう言ってること、まあ、説明はこうああそうなんだって思ってもそれが何なんだろうっていう状態、ほとんどの人そんな感じなんじゃないかなと思うんですよね、うん、僕もそうでしたしね。 でもその先に何かのタイミングで、あ、つながった、あ、ここつながったみたいな、でそういうつながりがちょこちょこちょこっとできてくると、今までずっとなんか理解できなかった部分が、あー、こだからこの音使うんだとか、そういうのでどん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 こうね、大きく大きく自分の、知識としてこう完成されていくもんだと思うんで、うん、まあ難しいですよね。はい、まあでもね、そうスケール練習っていうのはやっといて損は絶対ないというか、むしろしっかりやっときましょうです、うん、だけど、スケール練習をスケール練習として、スケール練習、スケール練習はスケール練習なんだけど、その音を理解するぞとか、指の、なんだろうな、ドレミがあーでこうでこれは何調だからっていうよりも、まずはそんなに深く考えずに指の運動として、スムーズに指が運べるように、練習しましょう、うん、意味はいい、スムーズな指運びをするための練習としてたくさん活用しておきましょう。それがいいんじゃないかなと僕は思います。でそのいろんな曲とか練習エチュード多いし何曲もあるしって、そのまあいろんな曲で音階的なねフレーズとかも出てくるから、まあそういった一部分をね取り出して基礎練にするっていうのもありだし、まあでもこうしっかり波長調だったら波長調で綺麗に登って帰ってくるみたいな、そういう音階練習っていうのは、まあ、絶対やっといた方が得なんじゃないかなと思います。頑張りましょう、うん、はい、というわけで、皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。気軽にコメントどうぞ、チャンネル登録もよろしく